どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日は12月の31日大晦日になりました。午前中の、過ごし方的なものをちょっと皆さんにお見せしながら、今年もありがとうございましたみたいな形で締めくくろうと思います。はい、なので興味がある方は最後まで見てくれたら嬉しいです。はい、おはようございます。寒すぎるんで、あのリビングで寝ようってことでリビングに布団を敷いてみたんですよ。そしてやっぱ快適ですねっていう話はまあどうでもいいんですけど、せっかくの大晦日なんでやっぱたっぷり味わいたいじゃないですか。そうなのでもうちょっと早く起きてたらよかったなって思ったんですけど、そう7時半でした。朝水で顔洗うとすっきりしますからね。プラセンタのやつをポトポトって、あとはこのケアセラピビってやつをこう垂らして、このいちごっぱらがかなり改善されたので、年を重ねていくごとにどんどんそういった顔っていうのもやっぱりシワシワになっていくのかなって思ったんですけど、抗えるんだなっていうのはこの2つで実感できましたね。はい、なのでおすすめです。でも正直なんか大晦日の実感ってあんまないんですよね。あのテレビも見なければ、あのネットニュースもあんま見ないんで。朝ごはんどうします？お餅食べる？うん。あ、なんかけ、もちろん正月に食べるものだと思うんですけど、能登で買ってきたお餅がこうやって大量にあるんですよね。なので2人でちょっと食べきれないと思うので、もうちょっと年末からいただきたいと思います。で今7時40分なんですけど、お腹全然空いてないんで、ちょっとあの掃除しながら体を動かしてお腹を空かせましょう。ピッカピカ、超気持ちいいです。今朝の8時12分ですけど、全然お腹が空かないです。もうちょっと運動しましょう。いやー、すっきりしましたね。なんか年末最後追い込みをかけてすっきりした状態で年を越しましょう。はい、完成。うわー、美味しそう。昆布入り餅です。お皿ね、今年最後の朝ごはんいただきます。あご、今朝の9時なんですけど、山下秀子さんの断捨離動画を昨日ちょっと彼女と見てたんですよ。そしたらやっぱりその来年に持ち越したくないものはちゃんと徹底して今年中に手放そうって思ったんですよ。なので今回こちらをですね、ちょっと最後の最後に断捨離していきたいと思います。最後噛みました。1年前に彼女に買ってもらったやつなんですけど、これもなかなか着てもうだいぶヨレヨレでしちゃったので、そう、まあ、今3軍ぐらいまでこれはいっちゃってますね。なのでまあ、あの本当にまあ使い切ったということでありがとうございました。ありがとうございます。どこで買ったのかもう覚えてないですよ。無印じゃん。無印でみんなに紹介してたじゃん。これ無印だ。夏服で、夏服無印だ。去年もう今まで洋服はもう着れればいい、隠せればいいって思ってたんですけど、隠せればいい、パジャマですらちゃんと一軍のアイテム、まあ一着でもいいんでちゃんと一軍のアイテムにしようということで、この4軍のね、無印のやつはちゃんとありがとうございましたということで、ありがとうございます。今せっかくもらったからにはやっぱ使い倒してちゃんとこう使ってるぞっていうね、気持ちでやろうと思って、そしたらもう50回ぐらい来た。これ相当来たよね。シワよめみたいな、はい、OK、であともう見るだけでワクワクしますね。次は彼女の洋服の断捨離が始まりました。穴が開くまで使ってますよこれ。はい、もうこれ十分使い切りましたね。よし、はい、あ、そっかそっか。買ってみたら、うん、指しかなかった。指しかなかった、うん、使いにくいなってやつは使えないんで、この間買ったけどね。これなんで？アンサンブルというものがね、流行ってない。ああ、なるほど、流行りね、うん、そっか、流行りが終わっちゃうとね。これがハワイで捨てようと思ってたパジャマ。ハワイ行けなくなっちゃったから。そうだよね、行けなくなっちゃったよね、うん、なんかこれを見た時に、あ、行きたかったけど行けなくなっちゃったみたいな、そういう思い返すのもなんかやだしね、うん、これは来た。あ、これ来た、うん、あ、すごい、自信持って来たって言えるのはなんかいいね。このパジャマはね、だいぶ来た、うん、あ、なんか気持ちいいね。そうそう、これはでも似合ってたよ、普通に。で、うん、周りからも言われるし、うんうん、手放したいとは思ってるけど、みたいな。なんかそろそろかなって思ってる。あ、そうなの。どのぐらい？ 3 年？ 3 年ぐらい。あ、長いね。しかも着てないでしょ、全然。確かに、3年で着てないの。全然着てないのに。可愛いんだけど着てないの。あ、着てくるんだよね。そういうことか。でも結局使わないと邪気たまるからね。
でもね、これ丈夫なんですよ。めっちゃ丈夫。そう、かわいい。じゃこれ着よう。なんかしまっとくのがもったいないって感じだね、これね。何着だろうね。ちょっと広げてみましょうか。もしくはあの買ったのに。よいしょ。服ってたまるね。自分の。よし、じゃあこれはもう来年にね、持ち越さずに今年中にありがとうございましたということですね。うん、これ買った時はさ、やっぱり気に入って買ったわけじゃん。うんうん、もちろん、ね、必要だと思ったし、わーっと思って、ね、ときめいたから買ったんだけど、過去になったんだよね。今の自分とは合わない。そう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 、自分とは合わない感じ。そうそう、こうなっていきたいってなった時に、じゃあふさわしいですかって言われた時に、そうじゃないんだもんね。よし、じゃあ今から、近くの神社に、お礼参りですね、行きます。本当はこうもっと普段から行ってたいんだけど、まあ、最後、年越しの最後ぐらいはね、ちょっとありがとうございましたっていう気持ちを本当神様に伝えましょう。いやー、めっちゃいい天気で、こんにちは。よし、はい、よし、じゃあ続いて今年最後の買い物行きましょう。ナイス店。で、保存しとけば。アジ。アジだね。ちょっとした一手間で、後でものすごい楽になりますんで。はい、OK です。まだ朝の11時40分なんですけど、いい時間の使い方ですね、本当に。やっぱ年末は最後、やり残したことがなるべくないような形ですっきりと越したいんで、そう、なので最後は、連絡だったりとか、あとは動画編集だったりとかっていうのをやりましょう。年末はゆっくりした方がいいと思うんですけど、やっぱ仕事好きっすね。なんか僕はパソコンガタガタってやってるのが、なんか仕事したり動画編集したり撮影したりするのが好きなんで、最後の最後までちょっとやっていきたいと思います。ということで、一旦終わりました。お疲れ様です。はい、終わりました。お疲れ様です。ということで、これが本当に最後のシーンですね。まあ、最後はせっかくなんで、やっぱ最後の振り返りと、来年どうしていこうかみたいな話をしていこうと思うんですけど、今年は半分ぐらいがもう葛藤の日々っていう感じでしたね。そう、まあ、メインチャンネルだったり、輸出だったり、教育の方だったり、彼女との暮らしだったりとかっていうのがいろいろあったんで、その中でどういうふうに時間配分していこうかとか、本当にこれでいいんだろうかみたいなですね、その葛藤が日々日々ありましたね。でもその葛藤がありながらも、でもこれでいいんだっていうふうに確信を持てたのは、やっぱりこうやって動画を見てくれる人だったりとか、ショッピングのお仕事カフェで実際に結果を出して身軽になってくれた人たちがいたからなんで、そう、僕は本当にこう皆さんのおかげでこうやって日々葛藤しながらでも、うん、これでいいんだってこう思いながら前に進めた、チャレンジできるようになったっていうのは本当にありがとうございます。2020年はしっかりと種をまいた年だなというふうに思いますんで、まずその種をこうしっかりと水をあげながら育てていってっていう感じでどんどんやっていきたいと思います。チャレンジをしていく中では絶対うまくいかないことの方が多いっていうのはもう自分も身に染みて分かってるんで、うまくいかないときこそ皆さんの温かいコメントだったりとか、いろんな人の温かいメッセージを見ながらまた前に進んでいこうと思います。ということで、まあ、今年の感謝の気持ちと来年の抱負は、うん、あとお伝えしたかなっていう感じですね。本当に今年も皆さんのおかげで、ここまで来れました。今年もなんとか生きてこれましたんで、はい、本当にありがとうございました。まあ、これ以上喋りすぎてもちょっと情報がいっぱいになっちゃうと思うんで、今日はこの辺で以上とさせていただきます。じゃあこれからですね、まだ数時間ありますけども、今年残りは、うん、ゆっくりと過ごしたいと思います。はい、ということで、今年も最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。あ、そうだ、このセリフ言うの忘れました。良いお年を。